あれ、コピパン終わっちゃった。やっほー、パンダジャパン長野県でネットゼティネット市中山駒です。どうかやっほー、須田くん、やすやす元気くえ、どうしたの、何が起こったの、大丈夫か、元気ですか。みずきさん、チャリできた。いや、センキュー。GTR、こんばんは、ありがとう、リンゴ。ありがとうね。なんてって。いや、昨日もちょっと、ちょこっと言ったんだけどさ、配信で。ちょっと、あんま覚えてないけど、昨日の配信。こっちにね、今までこんなにあったの。こっちにね、今までこんなにあったんだけど、今度こっちに。今度こっちにできた。この絵もうわけだから、闇期なんで悩んでるの、仕事なぜ病んでいるのか。でもあるよね、私も闇期結構あるよね。口内炎製造機、それな、本当にあげたい、みんなに私の口内炎プレゼントあげたい、先着1名だけど。村雨さん、おつこまありがとう。おつこま、今日は15分ぐらいまでやるかな。うん、あんまり長くはやらない長くはやらない。うんうん、ごめんごめんごめん。ジュニー、こんばんざい、帰宅しました、おかえり。うん、今日もバスで来た。あ、京成バス乗ってたでしょ今日、まさしさん。いいな、カレー食べと。久しぶりにコマさんのプロレス見たけど、いいキックや、ありがとうございますありがとう。キック系が得意だね、個人的には。いや、つくねさ、あのさ、つくね後輩さ、あのでかすぎてさ、シルエット四角なんだよね四角いの、うちの猫、うちの猫でさ、四角いんだよね、シルエットが何か横から見た時、あのお腹がもう垂れ下がっちゃってて、大きすぎて、お腹がもうブヨブヨで、お腹ブヨブヨで垂れ下がってて、あのその四角いのを全体的にね。中華料理屋さんのカレーうめえ、うまいよな、本当にあそこのカレーはうめえ。往復2時間かけて名古屋行って、体重時間1時間半。でもそんなもんだよ、そんなもん、私もそんなやつやったことある私もそういうことやったことあるよ。なんだっけ、何でやったっけ。そう、ソロアイドルの時に事務所から呼ばれて、なんだなんだって思ったら、なんかしょうもない話しょうもない話聞かされて1時間半ぐらい、しょうもない、もうあのメールでやり取りできるようなしょうもない話聞かされて、はい、もう今日解散ですって言われて、え、私これだけのために来たのみたいな、マジ金返せやストームさん、こんばんは、ありがとう。四角いのはレア、これからも甘やかしてこそう、いっぱい甘やかしてブクブク太っちゃうんだよね、猫ちゃんね。もうでもね、ちくわ先輩はもうすっかりね痩せてしまってね、そうそう、もうガリガリになってきちゃった。ちくわは、つくねはね、その分なんかブヨブヨになってく。そう、しょうもない話、もうなんかさ、こっちになんか利益になるというか、こっちにプラスなることだったらいいけどさ、もうしょうもない話をさされて、てか1時間半もやんなかった気がする。もう1時間あるかないかぐらいの話し合いで、喫茶店で呼ばれて、
そう腹立つわ今は、ね、今はね考えても腹立つ。でもだあの時間が大事だったって言えばそうかもしれないけど、そうでもないそうでもないね。結局その当時のね、あのマネージャーさん、ソロアイドルの時のマネージャーさん、スタッフさんにはちょっと飛ばれてるから、もうほんとね、ほんとね、イライラする、思い出すとやだやだ。それかな私の一番無駄な時間ってでもそうだよ、ライブはねとても大事だからね、大事な1時間半ね、それはそう、ライブは大事。今日は薄メイクですけど、かまちゃん今日いい感じ、本当めっちゃ薄メイクだよ、アイラインも引いてないし二重にもしてないし、なんか申し訳ない程度になんか化粧してるって感じ、てかもう仕事終わりでちょっと崩れてる、思い出させてしまってすません。あ、いいよ全然ね、もう地獄のそこまで追いかけます。ともきくんこんばんざ、こんばんざ、ありがとう。今はみんなのことを地獄の底まで追いかけ回すって話をしてました。土日スクーリングと認定試験。スクーリングって何ですか先生、スクーリングって何。やっぱ鼻水やばいかも。スクーリングって何認定試験だってねえ、試験な。最後に私試験系受けたのあれかな、ワイン検定の時かな、勉強したの、ワイン検定取るために勉強したくらいかな。肩に猫の毛ついてる、どこ、あ、本当だついてる、おいだ。試験のために講座受ける、教えてくれる、あーなるほどね。あ、でもそんな感じだった、あのワイン検定も、なんかワイン検定もその試験の前にみんなでお勉強する、そう講座があって、でその後にすぐにテストやるみたいな感じだった。あー、お勉強ばっかり、ね、勉強苦手、超苦手。つのさん、体ワクチン打ってくる。あ、私はあれだよ、あさってかしあさってかその次の日ぐらいだ、2回目のワクチン。日曜日の後半試験、あ、じゃあ頑張んないとね。そうよ、ワイン検定はね実技ない。もう一つ上のシルバークラスだっけな、なんかは多分ちょっとあるね、実技。いやマジさ、ワイン検定とかさ、そういう検定、ワイン系の検定、ソムリエとかさ、めちゃくちゃお金かかるの、マジで。本当にあれは金持ちがやる検定だマジでそう思う。マジソムリエ取ろうって思ったらめちゃくちゃ金かかるよ。お、ワクチン17日に打てそう。あ、来月、いいねいいね。ね、ギリ2週間。そうだね、ギリ2週間。はあ、鼻水垂れてきそう。そうね、検定ってお金かかるよね。雪屋さんイベ、あー2週間ね。利き腕の逆に打ってもらうよ、ドキドキだね。あ、さっき横山由依先生、先生先生なん
角さんにとってゆいちゃんは本当私も見てたよ。ゆいちゃんレストランサービス技能検定受けたけど水とかワインのすすぎ方の実技あるよ。あ、そうなんだ。大変だね、レストランサービスもホテルとかね、大変や。鼻かんでいい？これなぜミュートにできないんだろうね。なんかミュート機能欲しいんだけど、めっちゃこの配信ショールーム。ちょっと待って、あれだね、私が画面からいなくなったら布団がぐちゃぐちゃなのバレちゃうね。すいませんね鼻かんですいません。あー、かゆいね。ねえ、片手だね。小鳥のさえずり聞こえた？もう小鳥じゃない、もうなんかすごい小鳥ではないおっさんや、おっさん。ソムリの検定受けたけたいけどそこまで知識がない。やばい、やめときなソムリの検定はやめときな、マジで。本当になんかちょっと勉強してできますみたいな感じじゃない。なんかもう本当に運念かけて取るものというか、マジでやばいと思う。ラブダもおつかまこんばんざいりありがとう。ちょっと待って、体バキバキ。じゃあメガネかけてライブしたことあってよ、2回ぐらいかな。ガチメガネ。あのね、目が充血、なんかねコンタクトでなんか眼球が傷ついて、もうコンタクトを入れるのがもう無理になった時とかは2回ぐらいあったかな。今までマジで痛かったマジで目真っ赤だったし。ちなみに日本酒検定、あー日本酒ね。サチこんばんじゃありがとう。ポニテかわいい？ポニテっていうポニテではないけど、もう今部屋着になっちゃった、すっかり。さっきまでねきっちり仕事着だったけど。けいさんおつこまありがとう。あーかゆいもうがよ、ほんと鼻がかゆい。くしゃみもいっぱい出るし。いや家の中寒いよ、めちゃくちゃ寒い。まあ半袖でも大丈夫だけどね、半袖でも大丈夫だけどちょっとさすがに寒いかな。ね、見たよマシャさんのカレーツイート、メガネコマちゃんだったね。多分そういう日だったと思う。なんか目が終わってる日。そう、花粉症なの、ブタクサ。そう思うと車の免許ってめっちゃ簡単。いや思うわマジで。車の免許だって合宿してもすぐ取れちゃうぐらいだからね。本当にもう合宿どころじゃないわ、ワインとかね。最近涼しいわねって。でも昼間暑いしない、めっちゃ。今週は昼間暑い気がする。夜になるとやっぱ涼しくなるけど。シェリーありがとう、イヤホン。昼汗だく、いやわかる。まあ汗はかかないけど、そうね。もう最近は
なんだろう、暑いから動いてればさ、暑いから普通にタンクトップに上着みたいな感じ、羽織るもの、タンクトップに羽織るもの。博多カービィカフェ見た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 、カービィカフェまた行きたい。めっちゃ通ってたっていうか、まあ、めっちゃ行ってたからね、東京にいた時カービィカフェ。もうすっかりこっち来てからね、まあ行けないわな、自分でやるか自分でカービィカフェやるか。あー鼻かゆい。あ、閉店か。博多のあの常設のやつよね多分。期間限定だっけ、常設だっけ。そっか、閉店か。空町のところだけ残るって感じかな。もう鼻が詰まっててうまく息できない、やだな。足のぬくみがやばくてやばいね、やばくてやばいって、語彙力が。いや遅かったから、遅かったから。むくんどる、私むくんどる。むくんどるんか。よいしょ。ゆきやこんこさんの一日店長ね、よろしくお願いします。もしかしたらちょっとあの予約制になるかもしれない、まだねちょっとわからないんだけど、そうそう、もしかしたら予約制になる可能性が出てきたので、ちょっとまた詳しく詳細決めたら言うね。パピコこんばんざい、パピコね、今日ゆいはんショールームやってたね見に行っちゃったそう、私さ、ゆいはんのさ、あのまあツイッターの通知と、まあ、ショールームの配信始まりました通知をね取ってるんだけど、そうそう、もう通知が来てさ、行かなきゃ行かなきゃってこう押して見に行った。いや鼻かい、コメントしてない、コメントしてない、できないできない、無理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 だって、推しメンの配信にコメントなんて、そんな恐れ多いことはちょっとできないのよ。そうだからツイッターでも声かけたこともないし、リツイートはするけど引用とか直接コメントとかもしたことないし、いや無理だね。ゆいちゃんに限らずだけど、ゆいちゃんに限らず、なんかこう好きな人にはちょっと声かけられないいや無理でしょ、嫌われたくないもん、そんななんかこんにちはってこんにちは、おはよう、こんにちは、こんばんはって、なんかツイートに返信して、うわなんやこいつって思われたら嫌だもん、だからコメントしない推しメンに嫌われたくないから、絶対もう余計なことは言わん知ってくれる、知ってくれるきっかけにはなるかもしれないけど、ちょっと怖くてコメントできない。確かにゆいちゃんはね基本的にコメント読まないし、タワー、さすがにタワーとかに投げられたらね、お名前お呼びするって感じだけど、なんでなんやこいつってなる。いやもうなるじゃん、なるじゃん、その領域が違うのよ、そなんかわかる、私たちといる領域が違うの、ゆいはんとかって。そだからなんだろうこんな私ごときの人間が
話をかけていい相手じゃない相手じゃないんですよ。ダメダメ。いやファンの皆さんはねどうぞもう全然コメントしてください。まあ、でも私この私みたいな人間がしていい相手ではない。コマちゃんこんにちは、コメントしたらそう思われちゃう。コマちゃんにこんにちはコメント、あーなるほど、コマちゃんにこんにちはコメントしたらそう思われちゃう。え、思うわけないじゃん。思うじゃないね、思うわけない、それは思うわけない。でわかんないじゃん、わかんないじゃん、向こうがどう思ってるのか。私はそう思わないけどね、向こうがどういうお考えなのかわかんないから、ちょっとそういうね、まあ、出すぎない、出すぎない。おしめに声かけるの緊張する。え、わかる、声かける、声かける、声かけたこともない声かけたこともないけどね、わかる、声かけるの緊張するよね。うん。ゆうはんの最初の、握手会で真下向いたからあれよりひどい事故はない。ダメじゃん、ちゃんと見なきゃ顔。でさ、おつっこもありがとう、ありがとうね。かわいいよ。なんか私たちもさ、そのライブ後のさ物販とかでさ、こうお話しする時がやっぱあるんだけど、チェキ取ったりとかした後あるんだけど、やっぱなんか緊張している方々はあまり目を合わせてくれなかったりとか、話がね、そうなんか言いたい、基本的に私から喋っちゃうかも、基本的に私から喋るからさ、そう多分相手のさあ、うん、何の話してたっけやばいやばい、話飛んだ話飛んだ、何の話してたっけ私。ド緊張ねするよね。うん、で照れるよね、照れちゃうよね、わかるわ。なんかゆいはんじゃないけど、あのもう一人ね、違う推しメンがいて、ハイタッチ会に行った時、記憶がないんだよね記憶がないんだよね、ちょっと緊張しすぎてハイタッチした時の記憶がなんかもうぶっ飛んでて、なんて声かけたのかちょっと覚えてないんだよね。が、お応援してますとかだった気がするんだよね。応援してます頑張ってくださいみたいな感じだった気がするんだよな。いやほんとなんで覚えてないんだろう。テンパってたテンパってたんだよな。なんかハイタッチ会ってほんとなんか一瞬じゃん、こうハイタッチするだけだから。さ、握手会じゃないから、ハイタッチ会だったから、ハイタッチした時に応援します頑張ってくださいみたいな感じだった多分もうわけわかんなかったと思う自分でも。ああねえ、照れちゃうよねそう考えると握手会とかね、まあ多少は時間があるのかなと思っちゃう。あ、もうすぐ終わる、15分になったら終わるからね。鼻水がすごい。じゃあ皆さん、その後手を洗いたくない、わかる、わかる。私もさ、あの昔ごめん、今からちょっと超オタクなこと言うよ。昔あの学生の時に長野アニメイトに鈴村健一さんが来たの。超急に鈴村健一の話するけど、鈴村健一さんっていうね声優さんが来たの。そうで、その人のね、CD お渡し会に行ったのよ。でその時になんかその
CD を買うと一緒になんか鈴村健一さんオリジナルの手ぬぐいが もらえるんだけど、そう、その手渡しでくれるのよ。鈴村健一さんがこうやってくれるのよ。その その手ぬぐい、あのジップロックに入れて今も保存してあるっていう。気持ち悪いでしょ気持ち悪いでしょ。めちゃくちゃいい人だった。コマさんは自分から喋ってくれるから楽にお話できますね。あ、よかった。大丈夫？めっちゃ私から話しちゃう。そうそう懐かしい。友達と行ったな。いや、真空保存したこれはもう誰も触っちゃいけないって言ってジップロックに。ダメだダメだって。なぜこんばんざい、ありがとう。でもごめん、もう終わっちゃう配信、申し訳ねえ。だってね、手渡しでくれるってことは、まあ、その人の指紋となんかあわよくば赤がついてるわけだから、そうそう、ありがたい、ありがたやんコマちゃんのバッジもそう保存したらいい。あ、保存して。あ、まだやってた。ごめん、終わっちゃう。マウさんごめんって終わっちゃう。スクショタイムしたら終わっちゃう。じゃどうしよう。じゃあハイタッチ会、オンラインハイタッチ会、みんなとスクショ。はい、タッチできた？タッチできたか？なんかね、すごい今日ね、鼻水止まんなくて、あ、もう鼻水すぐここまで垂れてきちゃうねすいませんね。あ、GTR ありがとう。確かにジャンピンアップの落ちサビみたい。ジャンパン元気を出していこう、もっともっともっと気持ちを重ねて。エルリーこんばんざい、ごめん終わっちゃう。こんな鼻水が垂れてる状態でもううううね、コマちゃんの指紋いただき、あ、悪用される、悪用される、やだやだというわけで皆さん、ちょっと早めのあれなんですけど、今日は早めに終わりたいと思います、来てくださってありがとうございます。では以上、バンザイジャパン長野県の連動師中山コマでした。鼻水ハイタッチおつくま、ありがとう、来てくれて。おやすみだよ、ちゃんと寝てね。